パーソナルトレーナーの岩田さとしです。今日は座った姿勢での基本姿勢というのをご案内したいと思います。人間はですね、24時間の中でとても座っている時間が長いと言われています。でこの長いこの時間のですね、座った姿勢をより良くするためには、この基本姿勢を身につけていただくのがいいのかなと思います。それではですね、一緒にやっていきましょう。はい、それでは基本姿勢を作っていきます。ご自宅にこういったバランスボールがある方は、これに座るだけでもうこの姿勢は作れます。座骨がですね、しっかりと立った状態と、そしてその、骨盤からですね、頭まで一直線のラインが、作れるように、姿勢を作ってみてください。分かりにくい方は少しこのようにですね、弾んでいただくと頭を軽く感じるところがありますので、ここで覚えてみてください。でこの座っている感覚をですね、椅子に座った時も同様に作っていくととても安定してきます。では椅子に座っていきましょう。椅子に座った時は、背もたれをですね、使わないようにしていただいて、しっかりと姿勢筋を正して、また探るようにですね、頭を少し動かしてみましょう。これで真ん中が見つかりましたら、ここが正しい基本姿勢の位置になります。でこの位置をですね、身につけていただきますと、内臓のですね、ポジションも整ってきますし、あとは循環機能も上がってきますので、この基本姿勢をしっかりと身につけていきましょう。はい、いかがでしたでしょうか。この基本姿勢を身につけることで、内臓の位置が整い、機能が増してきます。これをですね、日々気づいた時にですね、やっていただければと。来る2016年9月24日土曜日、25日日曜日に高齢者運動指導士の資格認定講習会を開催いたします。こちらの資格講習会はですね、年齢無制限となっておりますので、インストラクターにぜひなりたいという方はですね、ご参加ください。下記の概要欄にクリックしていただければと思います。お待ちしてます。株式会社ストロングボンズでは、デリトレと題しまして、デリバリートレーニングのサービスをスタートしました。東京23区内でしたら、交通費はかからずですね、パーソナルトレーナーが皆様のご自宅に伺わせていただきまして、トレーニングをご一緒に、させていただきます。この T シャツをですね、着たトレーナーが、男性女性多数おりますので、こちらの下記詳細までですね、クリックいただきまして、お問い合わせください。株式会社ストロングボンズでは、パーソナルトレーナーを募集しております。トレーナーにこれからなりたいという方、しっかりとした研修制度が、弊社にはあります。ぜひ私たちと一緒にお仕事をしてみませんか。トレーナーをですね、やりたいという熱い気持ちをですね、持っている方、この下のですね、URL をクリックしていただいて、ぜひお問い合わせください。面接は私、岩田がやらせていただきます。どうぞ、皆様お問い合わせお待ちしてます。